はいどうもフリッチです。さあ今回もバルハラヒルズ続けていきましょう。さあ前回ね、バイキングが地質学を覚えましてね、こう看板を立てていってます。ここに眠っているよということでしょうか。非常に多くの看板が立っていってますね。ここにあるんでしょうかね。まあそれをね見たいんですけど、まあここ採石じゃあるんですが、まずそもそも石があるんで、これがなくなったら判明するかな。で今回はね戦争しましょう。前回までのバイキングは戦っていないので、とりあえずこれどこ行こうか、前の方でいいかな。これも多分ないよね。武装からですよ。で、あ、いいね、そこに作っちゃおうか。オッケーオッケー。でもこれいよいよないと思うんで、壊すか。今石レンガがないと、石の破片が足りないって言われてるんですよね。あるんですけどね、こんだけ。ここに置くしかないかな。これもここ石入れながらね、看板も入ったらいいなと。石レンガどこで作ってるんだ？これか。運送にいてないって異常ですよね。じゃあいらないよね、こいつ。運送できてないんだと。あれか、クーリエか？遠いのかな。いや、こいつごと移すか、じゃあ。よし。石レンガないと結構作れないものもあるんでね。もう、高リッチな場所に置いてあげます。ここ一応最前線なんですけどね。ここ開けて戦おうと思ってるんで、とてつもなく前ですよ。石レンガいるのか。破片はね、もういい感じに20個ありますからね。あ、やばいやばい。今、完全に割れてたよ。ゴーレム討伐も行かないとね。さあ、そろそろ家が足りないので、ちょっと置いていきましょう。あ、いいとこあんじゃん。行けるそこ。めちゃくちゃ辺境に住まわされますね。さあ、食料はなんとか行ってますね。パン屋があるので、ここで生産されたものが、これだね。あ、ないわ。運送というか、これ貯めるほどはないんだと。過労落ちてかな、じゃあ。お、動いた動いた。こんだけ近ければいけるか。レンガが足りないは今から解消されていくんで、これからとして、まあ、一応ね、この辺に軍を入れときます。あんま上行くとゴーレムとね、当たっちゃうんで、こうかな。うちに入れながら。で、ビール作ろうかな。戦士の成績を高めると、強くなるのかな。麦と水から作られているビール。バイキングといえばビールですからね。地質学して、ビール飲んでね、やったらもう、ドワーフじゃないですか。どっちかっていうとドワーフ的イメージが強くなりますね。ここいるんでしょうか。採石場に人がいませんね。すっごい大変だな。あるかそんなとこに。あ、ここ釣れるね。釣るか。食料がねなかなかまだ不安なんで、こう海も行けるしね、ここも行けるし、これは戦うかな。ここで起きるんでね、非常に最前線になるんですけど、まだか。武器がない、イルバ武器がないと。
斧ですよね。一応ね、いろんな槍が増えたんですよ。さらに良い骨槍、鉄槍とかね。危な。よし、来た。お、あ、斧。おー、かっこいいかっこいい。炎のかっこいいな。炎じゃ、骨か。骨斧。量はですよ。運送人雇って、回復に弓4かな。斧は一応3で、近接3回復に弓4の割合で組めたらなと。さあ、見てください。非常にね、いい武器を持っています。特に骨の斧、新製品ですよ。これ期待だね。ここかな。開ける前にまずこうやって戦うのか。なんか食らってるね。強っ。さあ集合集合。開けましょう。結構強敵来ますからね。大丈夫ですか。おお、ゴーレム、やべ、痛い痛い。まず雑魚、いや、シーグリッドが回復してるんですよね。してるしてるしてる。雑魚雑魚を倒せ。ナイスナイスナイス。攻撃力を上回れ、回復力で。オッケー、いけてる。わ、斧かっこいい。しかもいいね。何がもらえるんだろう。これは開けっぱっぽいですけど、いいんですか。大丈夫ですか。まあ、動きますか。じゃあゴーレム2体と敵いっぱいいましたけど、行けましたね。あれ行けちゃうんだ。ここも足りないと。作っちゃう作っちゃう。じゃあこう作っちゃおう。平和の象徴ですよ。まあ入ってなかったですけど、まあいいや。あれ、これのゴーレム、ゴーレム、あ、逃げていきましたね。あの結果を見て、これどんどんね、逆らって登ってってるもん。ゴーレム追加ないでしょ、そのとこね。ヘルが大丈夫かな。村の方ではちょっと飢饉がね、起きてるみたいです。あ、いっぱいみたいですね。お家の方作りましょう。2テントかな。作る人いるでしょうか。一旦じゃあ帰りますかね。あ、来た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 。忘れたんだな、きっと。脳みそね、小さいんで、ゴーレムは。すごい。全然傷が傷じゃないもんね。これ3人くらいいたらもう無敵だよね、きっと。よし。一旦労働力足んないんで、弓減らすか。お、弓そこ多くなってすることないのか。あ、じゃあ戻すか。大丈夫あいつら。弓捨てただけじゃない、これだと。誰かがあれ拾うのかな。移動してみる。お、オッケーオッケー。これずっと開いてますね。気になるな。あ、弓装備しましたね。レンヤだけ皆無ですけど。あ、そっち行っちゃったんだ。まあ、取れればいいや。で、レンヤが取って、オッケーオッケー。お酒あげたいな、彼らにも。行ってくるか。あった、ここだね。
麦と水からビールが作られるんですけど、1個あってどっか貯蔵あされてないか、飲んじゃったかなさっき。強いね、攻めたヘルが彼の多分一声で始まるんでしょうね戦争が。攻めろと言ったら始まると。そう、クマ増えたよね、行ってみるか。クマ狩りの対象っぽいんだよな。あ、弱いわ。狩りの対象なだけだね。こんなんいつでもやりますね。ゴーレムいねえか、ゴーレム。ここ行っとくか。さあ、負傷の敵。さあ、登っていっています。非常にね、過酷な。過酷な山ですが、これか。おお、めっちゃいるね。おお、なるほど。一旦戻るか。でもう一個作ってもいいんですよね別に。養えればいいんだよね。ずーっと鎌がないんですよね。いっぱい作るか、もういっぱい作ろう。7個作ります。でも新しくこう畑とか入れて従事させて、その生産でもって食料を作るんですけど、上回るんですかね。マックス70でしょ今って。釣りがねどんだけ上回れるか的な問題があるよね。ここで食えるから、これあれか、倉庫として一応ね使えてるのか。逆に言えばね5以上取れないんですけど、こういう木しかないわ。クーリエで多分第一を食料庫を置いて第二クーリエかな。クーリエも複雑になっていってるんですよ、クーリエ業界もね。この1番目クーリエに従属した行動を取る第二クーリエを使って、ものを使うんだよね。多分第二から第一に行くと思うんですよ、従属してるんで。中心に第一を置いて第二を置いてみますか。ここを中心にする場合さ、ないですねそもそもか、もう一個倉庫増やしてそこを中心にやる感じかな。どっちがいいんだろう。食料庫をそもそもここに置くみたいな。ね、そうすればもうこの木の実も取るし、これでさらに魚籠でいいかな。追加しましょう。これここで魚集めて増やして、ちょっと人増やしたいんでね、食料は今のうちにやって。小麦はどこに行くんだろうね。食料じゃないからどっかの倉庫に流れるのか。使えてればいいんですけどね。さあ、ビールないな。飲んでる？来ると呆然としてるあ、小麦取ってきてた。取れたての小麦と取れたての水で、さらに使ったっぽいぞ。生産にないですね。できてるんですか。まあ一応生産率はねあるんで、消費が圧倒的に多いんでしょうね。で、我が軍は今とどまってますけども、行きましょうか。ちょっと待ってね。これです、これ。2人。この杖を追加して、行きましょう。
やっぱ作れるんだ。全員戦士とかできんのかな、じゃあ。死にそうですけどね。じゃあこうやってやってみるとやっぱ輸送は必要なんだろうね。全然来ないので。物はあるんですけど、遠すぎるんだろうなと。ほら、ようやくできたもんね。って考えたらどんだけを割くのかってことですよね、輸送に。たった50人のうち何人まで割けるかってことでしょ。だこういう例えば小型の倉庫でも人いますからね。これがいらないのかな、なんか。例えばここでいっぱいありますよね。で、小型に集めてクーリエを置いて、クーリエで中央に持っていくと。した場合、小型倉庫クーリエで2人使って、中央で倉庫と小型クーリエ。小型クーリエじゃないか、クーリエで2人使うんで、そのポイントが例えば3つとか4つあればね、その分だけ2ずつ増えていくんだよね。食料が見つかりません。あれ、釣り竿か。ああ、まだ鎌作ってんのね。6個作ったんだね、きっと。あ、もういっぱいだ。だからか。オッケーオッケー、釣り竿にして通報。穀物が足りないと。こっちは、あ、こっちはあるのか。なるほどね。やっぱ食料庫ではないと。これかな。もう置きたくないですけどね。そして君は違うんだよな。まあいいか、回復の杖にしますね。最初の人は帰れないもんね。しかも単純なのか。踊ってますが、まあ行きましょう。第二軍団です。さて、15個どっかにあるみたいですね。今んとこ鉄塊が武器にしか多分使ってないと思うんで、明らかに今だとあれだね、オーバーテクノロジーというか、そう使わないね。開けちゃいましょうか。最強の敵対、最強の味方ですよ。さあ、最初よりね、規模でかいね。人数が多いね、敵の。ただ回復多めにしたんで、不死身軍団で行こうかな作戦ですよ。あ、強い強い強い。インゴルフ何してんだろう。ナイスナイス。想像ですよ、戦いですね。あ、レア。ゴーレムに押されたのかな、きっと。追いつかなかったんですかね。オラフが攻めたと。ゴーレム硬いね。こんなにいって。レア、ここ、あ、レア、これか。これだな、レア。くそ。死なないように回復増やしたのに、足りなかったみたいですね。さあ、この島のね、南部すべてにちょっとね、こう根ざして、でっかい集落できましたね。54人、51人か。このポータルが分かんないんですけど、開きっぱのままなんかね、これでいいのか、別に。開けてるもんね、自分で。なんか追加で何かあるわけじゃないんだね。で、ここも攻め切ったと。よしよし。だいぶ名声上がったんじゃないかな。さあ、骨の杖。回復量が増えるんですかね。通常よりも上等ですと。で、クリスタルの杖。これは強そう。いきました。機能と防衛だね。防衛がね、いるのかどうかって分かんないですね。で、ドームの小人が、
あ、そうか。これがそうなのかな。バイキングの生命を脅かすかもしれないという新しい敵だね。防衛と共に来たってことはね、なんかそういう小競り合い的なことなのかな。ちょ、この機能とは使ってみたいですね。防衛か。ゴーレムとか誘い込んで倒すみたいなことかな。さあ、一応見るだけ見てみよう。お、でかっ。でっかいな。95まで。なるほどね。ちょっとじゃあ、こう中央、ね、ここが中央になっちゃうかな。なんかこの辺にね、なんて言ったら、物流の中心地を置いて、なんか、地方をつなぐじゃないですけどね。うまくクーリア使ってみたいな。せっかくでかいんで、ちょっと次輸送を試してみたいな。あんまりね、輸送をね、しっかりしないんで、なーなーでやってるんで、この、途方もなく増えたクーリアを使ってみるか。1と2は、2が1に従属しているというので、多分1が欲しいものなのかなとか、そういうものを判別するんで、1が多分中心だと思うんですよね。で、3がね、これが、早い物々交換を提供するものっていうね。謎のやつですね。これは何を持っていくのか分かんないんですけど、従属はしてないっぽいんですよね。押してみる。押してみても出ないか。説明がないから。どうでしょうね。従属はしてないんだろうと見て、高速網も一つは早い物々交換を提供すると。見分けるために色が違うんで、そんだけかもしんないね。で、防衛これです。バイキングの保護ができて、破壊されると、党の人はまた市民になってしまう。あ、ってことは、道具として弓さえあれば、兵士じゃないって感じか。そうだよね。まあ、兵士入れるようなシステムじゃないから、こうね、トンウェイのように射手を党に配置して敵を狙うことができると。これをなんかじゃあ、あれ？ないな。こうか。ここに置いてさ、これ置いて殺せるんじゃない？開ける前にね。あ、それいいな。それもやってみたいね。あとは、あ、こことかか。なんかあんまり防衛っていう感じがしないんでね。どうやって置くかわかんないですけど、ちょっと使えたら使ってみよう。